返り討ちじゃ。 時には前に出ることも必要じゃぞ。はい、セイリーさん、次から意識してみますね。草花は心を癒してくれますね。世界にはいろんな場所があるもん。ここで一休みです。 こっちはぼんやりと明るいね。インビディアのアルスは背中の体表が半透明じゃからな。外の光がここまで届いているんじゃろう。ってことは今アルスは雲海の上か。おそらくな。光が来る方にたどっていけばここから出られるかもしれないですね。待ちな。 この辺りじゃ見かけん顔だな。さしずめ漂流してる最中にアルスに飲まれでもしたってか。ん、そのブレイド水玉色のコアクリスタル。なるほど、噂は本当だったか。噂って何のことだ。 ドライバーなら誰しも一度は耳にする伝説のブレイド、天の聖杯。それが500年ぶりに目覚めたって噂のことさ。それにしてもまさかお前のような小賊がドライバーとはな。俺がドライバーじゃいけないのか。いけなかね。そいつが普通のブレイドならな。だがそいつは普通じゃねえ。お前には過ぎた代物だよ。 小僧、天の聖杯とその剣を渡しな。まさかお前もホムラを誰が渡すもんか。威勢だけはいいな小僧。ユウ、ズオ、お前たちは他の二人をやれ。この小僧は俺がやる。任せてくれっす、おやさん。可愛がってやるぜよ、ジャーちゃん。 もっさい分かってればの。はい、分かったよ。降参した方がいいぞ。
ホムラの力を避けた。
光目だろ。遅すぎてあくびが出ら。ならこれでどうだ。レックス、待って。力を送るのが追いつかない。もう逃げ場はないぞ。くらえ。え、終わりだ小僧。小僧、お前ドライバーになりたてだろう。ドライバーってのはな、ブレードから送られたエネルギーを一時的に武器に貯めて、それをアーツとして使うんだ。貯められる量にもおのずと限界はある。後先考えずにアーツを放てば、いかに天の聖杯だろうとガス欠にならあ、ほんと。何が。俺の名はバンダム。この先の村で傭兵家業をやっている。傭兵？ついてこい。天の聖杯の力、楽しませてもらった礼に飯でも食わしてやる。さっき攻撃を受けた時に分かりました。あの人最初から本気で戦う気はなかったみたいです。あ、何なんだあのおっさん。どれどれ。よっと。どれどれ。どれどれ。なるほどな。楽園に行くために世界樹に近づいたら飲み込まれたってか。そりゃ災難だったな。バンダムさんはなんであんな場所に。ここのアルスはな、定期的に外の門を飲み込むんだ。村で使えそうな物資が流れ着いてないか探しに行ってみたら、お前さんたちと出くわしたってわけさ。そうだったんだ。着いたぜ。ここが俺たちの村、フレースベルグだ。この村って子供が多いんですね。ドライバーとブレードもいっぱいも。ここではな、世界のあちこちにドライバーとブレードを派遣してるんだ。子供らはその時に保護した戦争孤児たちさ。身寄りのない子供たちを引き取っているのですね。大人になるまでの間っすけどね。独り立ちしてからはドライバーになるやつもいれば、服の仕立て屋になるやつもいる。てめえの人生をどうするかは子供たちの自由意志に任せてる。まあ義の傭兵団ってたかっせ。慈善家なんだね。言うね。嫌いじゃないでそういうの。しかし腹が減ったな。早いとこ飯にしようぜ。Thank you.
お宝回収。お宝回収。お水汲んできますね。バンダムさんは？すまんな。俺はビールを頼む。はい、わかりました。なんだ？ここの飯は口に合わんか？バンダムさんも戦争してんの？傭兵が気に入らないか？俺たちスカウトされるの？子供をスカウトするほど不自由してねえよ。安心しろ。そう、ならいいんだ。レックス、お前サルベージャーだろ？うん。サルベージャーが引き上げるものの中には軍事物資も多い。それはどう考える？俺はそういうものは扱わないよ。同じことさ。
自流コンパスもエーテルコンロの調整バルブも軍や兵士の助けになっている。お前が食ってるそのパンのルスカ粉だってスペルビア政府から調達したものだ。この世界は戦で満ちている。その中にあって誰かと関係を持って生きる以上、それは戦に加担してるってことさ。違うか？それは生きるってのはな、この上なく残酷なんだよ。その残酷さから大切な連中を守るために俺は傭兵団を作った。レックス、お前は天の聖杯のドライバーだ。戦は常にお前について回り、決して離れないだろう。その中でお前は何ができる？どう生きる？逃げることはたやすい。あの子を放棄すれば済むことだ。行くぞ、支度しろ。行くってどこへ？いいからついてこい。おめでとうございます。大噴気孔付近に異常な力の反応があるって調査を依頼されていたんだが、どうだ、手伝ってみる気はないか？いや、ただし手間賃はきっちりもらうからね。言うじゃねえか。うんじゃ行くぞ。ブラインドエリア、このぞ。
せ。は俺の仕事。いい調子だな。さてと、初めて見るのか。これがエーテル正気だ。エーテル正気？アルスの体から漏れ出る毒素、いわゆる老廃物だ。俺たちも汗をかくだろう。似たようなもんさ。こんなのがあっちゃ先に進めないよ。他に道もなさそうだし。まあ見てな。スザク、やるぜ。正気が消えた。ざっとこんなもんだ。さあ、進むぞ。
よっと。どれどれ。お宝回収。ここはキャンプ地に使えそうだ。巣作りするのに悪くねえ。どれどれ。草花は心を癒してくれますね。いいよ、相手になってやる。辛い向きだな。レックス、アンカーを使うのはトビーか。まあ、そこそこには。ちょっと貸してみろ。見ていろ。輪を作れるなんて。伸びきったところでワイヤーをたわませるのが実践でやってみせろ。俺たちの力見せてやろう。はい、一緒に頑張りましょう。ラインドエリア。弾いたの？はっ！はっ！止めてみ。戻れ！アンカーショット。スタートスクラッチ。しかる。パワーチャージ。私に燃えてきた。気を抜くな。調子が上がってきたよ。諦めろ。バッシュ！ウカとお話ししましょう。全力
ょう。行こう。行かなさそうですね。チームにしてはやる。ジャスカルスクロー。私たちの勝ちだ。フライングエリア。パワーチャージ。やっ。めっちゃ止めてみせます。ありがとう。ありがとう。スマッシュ。クリア。直しましょう。バッシュ。ジャスカルスクロー。いいね。ダメ。ダブルスピンエッジ。そんなふりしなくてもいいですよ。こんな獣に負けるわけにはいきません。はっ、やっ、フライングエリア、どうし崩れろ。オッケー、マッシュスラー、マッシュ、急いで命を、マッシュアップ、パス、いいじゃん、はっ、いいじゃん、ダブルチーエージ、パワーチャージ、じゃがー、いいね、グラッチ、決めてくれ、プレイヤーエンド、パワーチャージ、フライングエリア、マッシュスラー、はっ、怪我を受けます。いいね、はっ、アンカーショット、今です。なんかちょっと強くなるも、一度見ただけで物にするとはな、やるじゃないか。いいかお前ら、ドライバーのアーツってのはな、何もブレードの力に頼ったアーツが全てじゃない。自分の力を使ったアーツ、相手の力を利用したアーツ、いろんなアーツがある。そのアーツを駆使してブレードを守るのもドライバーの役目だ。ブレードを守る？そうだ。ブレードに頼り切るな。流れてくる力を常に意識しろ。無駄遣いせず、確実にアーツを決め守れ。それができて初めて一人前のドライバーになれる。一人前か、なんだか遠そうだな。そうでもないさ。さっきの技だって得得するのに俺は5年かかってる。5年も？ええ、だがお前は一度見ただけで物にしちまった。レックスをサポートするニアやトラの動きもなかなかどうして大したもんだ。お前ら見どころあるぜ。なんだかこそばゆいね。おっちゃん顔怖いけど結構いいやつなのかも。今頃気づいたか。手になってやれ。やはりな。アルス、確認された異常な力の反応ってこれのことだったのか。ああ、見ての通りだ。老衰というわけではなさそうじゃの。事故に巻き込まれたか、あるいは何者かによって倒されたか。大物だ。アルスの死に煽られて迷い出てきやがったか。俺たちの力、見せてやろう。行きましょう、レックス。このまま、はっ、ブラインドエリア、しっかりして、はっ、このまま気を引き込んでいきます。うん、あ、これも同じ気持ち。パワーチャージ、やっ、ダブルパッチ、うん、ブルータルランチ、はっ、守れた、ダブルスピンエッジ、
持ち。はあ、油断は禁物です。それそれそれ、レンジャー、スラッシュ。ここは正面場ですね。何すんのさ。ターミネイトブラスター。この程度で安ずるな。いや、お嬢様はお差しをアンカーショット。人魚はいろ、崩れろ。そうだ、バッシュ崩れ。グラッキーダブルスリー。やばい、王朝スルスライン。どうしよう、ルートルル。俺に任せて正解だ。どうだ今に手を差し伸べられるはず。ここでブラインドエリア。少し、よし。いや、しっかり。あ、ありがとう。ファンダムさん、まだです。じゃあな。何すんのさ。ついてこい、レックス。はっ、崩れろ。はっ、イーグルアイ。アンカーショット。いいじゃん。ターミネイトブラスター。うわー、何？オッケー、守る。ここでブラインドエリア。おい、大丈夫か。まだまだ、しっかりして。お前にはおやつを。やってみます。マジだと。そうだ、いいね。よし、しっかりだ。そうだ、バッシュ。油断は禁物です。確かにまずいかも。ダブルスピンエッジ。ここからが本番です。決めてくれ。フレイムノバ。力が出ない。よし、次は負けない。ダメです、あまり無理しちゃ。フレックス、油断するでないぞ。じっちゃんこそ落ちるなよ。集中できない。はい、大丈夫、まだいけるよ。あいつどこ行くですの。おおお、やっはっ、やっはっ、ジーなの。おふん、うわっ、イーグルアイ。このまま気を引き締めていきます。そうだ、バッチリ。お前の相手はアマです。ダブルスピンエッジ。マジかな。うわぁ、流れやー。もう、うわぁ、うわぁ、急いで。あいつ守るぞ、王朝。警戒をお願いします。うかうかのようで、勝った。逃げ逃げ逃げ。
クリスタルに。モンスターがブレイドと同調していたんですね。トラは同調できなかったのに、モンスターのくせにずるいもん。でも今はハナがいるですもん。ハナ、これがドライバーを失ったブレイドの姿さ。もう元には戻らない。いや、しばらく経てばコアの光も元に戻る。そうすればまた同調できるようになる。ただし。ただし？そん時には以前の記憶はない。まっさらな新しいブレードとして誕生することになるんだ。そうなんだ。なんだか悲しいね。以前のことを覚えていないなんて。覚えているからこそ、辛いこと、苦しいことってあると思います。コアが存在する限り、ブレイドの寿命は永遠。その永遠の時間を、記憶のせいで苦しみ続けるとしたら…ホムラ？ごめんなさい。忘れることができるのも幸せなんじゃないかって思ったんです。さあ、本来の目的を達成しまおう。それはコアクリスタルだもん。ブレードのコアはアルスから生み出される。こいつはまだ何者とも同調していない、正真正銘生まれたてのコアだ。このコアは今後あまたのドライバーと出会い、その死を経験し、そしてまた記憶を新たにして別のドライバーと同調していくんだ。アルスの死、ドライバーの死、数え切れないほどの死の上にブレードはある。意志ある再生が歴史を作っているんだ。長い長い人以上の歴史をな。人以上。
ホムラは出会った時からあの姿だった。ホムラのドライバーはまだどこかで生きているんだろうか、それとも…